ごはんくん。聞いたら驚くわよ、フィーデルのパパはね。木の扱いって奥が深いわね。いいじゃない、どうせ暇なんでしょ。次はポトスへ行くって言ってたから。はあ。それより、今は捕食衝動を抑えるのが先だ。何か方法はないのか。